どうもー、ふーじたです。からのふじ、ふじーかまじ、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回は超大物俳優の方がこのうちに来てくれるということでね、もう今から楽しみとドキドキなんでね、それでは早速呼んでみたいと思います。それではスペシャルゲストの超大物俳優の方どうぞー。失礼します。なんだよこれ、ふざけんなよこれ、ゴミ屋敷じゃねえかよ。え、圧倒的ファミカセ、スーパーファミコン、 PC エンジン、ネオジオ全部揃ってやがる。おい、ファミコンのスイートホームなんか誰もやってねえよ。なんでドラクエモンスターズだけで4つもあるんだよ。全部同じソフト4本もいらねえだろ。くそ、立てつけが狂ってやがるよ。お、広いところに来た。お前がこの地下の主か、家主か。班長、あんた悪党だな。こんなにもやりもしねえゲームを溜め込んで、同じソフト何本も買い込んで、ブク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 私腹を肥やして、一生俺をここでこき使って働きすぐ行きだろ。噛んでないよ。はい、それでは今回のゲストなんですけども、うん、はい、カイジや、中井くんやアントニオ猪木さんのモノマネでおなじみ G 高橋さんです。どうもよろしくお願いします。なんすかこれマジで。あ、でも、結構前から知ってるじゃないですか、僕たち知り合いじゃないですか。そうですね、家は初めてですよ。そうですよね。ジータカシさんもなんきっかけはなんかいちご姫経由だったような気がするんですよね。あ、まあいちご姫というかあれですよ、ゲームレコードグランプリですよ。そうですね、うん、あのスカパーでやってたファミコンのスゴ技を競う番組、毎月若手でやってたんですよ、うんうん、玉袋筋太郎さんが MC で。そこですよ。そこであれですね、うん、まあ、続々、ね、逮捕される方が出て、いや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 、再放送もなくなっちゃってね。いや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 、何人かねそうなっちゃいましたけども、まあでも未だにね、うん、やっぱあの時共演してた人たち、うん、未だにつながりありますからね、うん、あ、さらにだって最近でもお願いランキングで一緒やってるんじゃないですか。あ、やりましたやりましたやりました。あれはねちょっとね、あの、なんでしょうね、うん、ちょっとか、なんでしょう、まあ、言い訳なんですけどね、はい、めちゃめちゃ風邪ひいてて、インフルエンザかどうか検査しに行ったぐらい風邪ひいてたんですよ。あのマリオカートの話ですか。マリオカート、うん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 、時戸さんとね勝負して、はいはいはい、でね、で打ち合わせで 150cc でやるって話だったんですけど150cc ってよく考えたら、あのソフトの中でそこまでたどり着いてないと出てこないじゃないですか。そうそうですね、うん、だからそのソフト 100cc までしかなくて、うん、急遽 100cc でやることになって、うん、それで本番もすげえずっと言ってましたよね。いや全然、本番の当日、はい、いや全然分かりますよね。もうこのチャンネル見てる皆さん 150cc と 100cc で、あのもうマシンごと変わってくる、使う 150cc のノコノコキノピオがベストなんですけど、 100cc だとノコノコキノピオってちょっと弱いんですよ。うんうん、まあでもそういうの抜きにそういうのなくても東京さんには負けてたと思いますけどね。まあだからそれをガチで望んでたってことですよね。うん、もうちょっとね、まあスト2じゃないからね勝てるかなと思ったんだけど、やっぱ全体的に上手かったな。うん、まあ俺もそうなんですよね、結構不甲斐なく負けたり、勝ったとしても不甲斐ない勝ち方をしてたんで、うんうん、そっかそっか。ザコ師匠がすんげえ上手かったですね。いまだに現役でファミコンやってるって言ってましたもんね。そうですね、まあ僕もやってますよ、うん、まあまあでもやってます。なんかちょっと、うん、その割にはソフトの扱いなんかね雑というか、ていうかなんで同じゲーム何個もあるんですか。これだってドンキーコングだけでもね、高橋さんもだってコレクターじゃないですか、ある意味。まあまあまあ漫画とか揃えるのは好きですよ。ですよね。だから同じの2冊2冊って持たないですよ俺。でもやる用コレクション用保存用ですよ。やる用コレクション用保存用、あとまあ予備予備で5個ですよね。いやちょっと今ちょっと千鳥のノブさんっぽくなったけど、やる用コレクション用保存用、なんなんそれ。あ、そこまでは同じものを集めないですね。集めない、うん、まあめちゃくちゃ好きなもので、うんうん、やる用と保存用、コレクション用と保存用ってどう違うんですか。
コレクション用と保存用。あ、コレクション用はまあ見えるとこに置いとくやつ。あ、保存用っていうのはもう霊安室、霊安室っていうの。あ、じゃあここに映ってなくて綺麗にな状態で残ってる部屋があるんだ、うん、そうですね。この奥とかってのはほぼ触ってないんで。この奥だな、あそこに宝の山があるんだな、全部売っ払ってやるよ。ちょっと見てみます、初めてなんで。ぶっちゃけ、はいはい、いきま、うん、そうですね。高橋さんどうすか、この辺り。駿河台僕メインに買ってるんですけど。いや、これも全部入ってんすか。いやいや、ちょっと雑に扱わないでもらって貴重なものが多いんで。え、入ってるでしょ、これ。全部入ってるソフト、これ入ってます、入ってます。え、何が入ってるか分かってるんですか。おおよそっすね。おおよそ。え、ね、どんなものの買い方してるんですか。なんすかね、これも、うん、全部それ、これも。例えばこの辺とかすごい貴重じゃないですか。トップライダーとかマーク3とか。ああ、え、セガマーク3、俺箱は初めて見る。いいっすか。まあまあまあ、いいっすよ。結構状態綺麗。家汚ねえのにセガマーク3の状態綺麗、すげえ。家汚ねえっていうか、これ乱雑なんですよ。いや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 、一緒じゃないですか。メガタワーとか、うわ、出た、サガ3。そうですね、ゲームボーイ、ファミコンとか、ね、1と2がね、と制作変わったんですよね、3でね。あ、そうそう、だからテイストが違うんですよ、ちょっと。高橋さんも僕と同世代、うん、僕でもファミコン、スーファミ、ゲームボーイですよ。結構王道でしたよ、その当時。何年生まれですか。78年です。何月ですか。9月。77なんで1個下です。ああ、じゃあもう本当ファミコン世代ですね。そうです、もろそうですね。だから小学校1年の時に、あの1985年にファミコンとスーパーマリオ買ってもらって、いや、あれ今じゃアウトなんですけど、抱き合わせ商法だあったでしょ、当時。当時ありましたね。スーパーマリオ売れまくってて、あのダウボーイってゲームと抱き合わせで、まあ当然知ってそうですけどね。ダウボーイは結構抱き合わせの王道といえば王道だった、うん、こっちも。だから売れ残ったんでしょうね、うん、東京ではね、ルナーボールっていうビリヤードの抱き合わせ。あ、今思うとダウボーイのが中古だと高いんだろうな、多分。マリスーマリよりは。そうですね、うん。なんすかこれ。天の声ですね。なんで天の声が乱雑にもうはめる音がない。これセーブ取れるやつですよね。そうです、そうです。まあまあすごいじゃん、スーパー 32X のドゥームじゃないですか。そうですね、 32X もなかなかレアですもんね。そっか、メガタワー作れるんですもんね。作れますね。一番上何でしたっけ、メガタワーの一番上は、あのあれですよ、この 32X 用の丸いやつですか、ジャンって、うん、そうそう、丸いこうやつ。メガ CD、メガドライブ、 32X ですよ。あとなんか行きましたよね、マーク3ができるやつとか。メガドライブで。メガドライブでマーク3が分かんないですけど、ちょっと違法な匂いがする。いや違う、ちゃんと正規の品で。早すぎたエミュレーターがあったんですね。いや違う、合体させてさらに刺すみたいなやつです。あ、いや、あ、メガドライブに合体刺すの、セガマーク3を。いや、あの、かませるんですよ。かませるの、アダプターっていうのかませて。いや、今更やるか、セガマーク3。で、こっち和室なんですよ。だけど、ここ開くんですか。いや、開いてるんですよ、開いてるんですよ、もうすでにドアが。え、これ押し入れじゃないんだ、部屋なんだ。これ絶対引っ越せないじゃん、この部屋。あの、言い忘れましたけど、あの当時ゲームレコードグランプリに出た時はここだけだったんですけど、うん、今あと部屋を3個借りてるんで。いやいや、お金金持ちだな、あんた。俺を地下から救ってくれよ、そのペリカで。うん、あ、ゲームボーイにドラクエ3もあった。え、なんすか、ちょっとこれ。ビックリマン伝説。ビックリマン、これ食えるんですか。怪しいな。いつ、ですね、2013年が賞味期限。食えるか。ちょっとでも俺初めて天の声、はいはいはい、がも見たんだけど、あ、こうだ。てん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 。これでセーブができるようになるんですが、うん、でこのセーブの手法はこの電池なんで。あ、そうなんだ。これを変えるときにほぼ確実に消えるんで。いや、意味ね、うわ、うん、マジっすか。まあ大概そうっすよ。あ、きつ。え、じゃあ電池切れるまでしかここに入れられないんだ。うまくやる方法もあったと思うんですけど、大概消えて嫌になりましたから、僕は。え、本当アダプターな、え、なんでアダプターで電気供給する。あ、そっか、それでもダメだ、アダプター抜いた瞬間消えちゃうから、電池しかなかったんだ。あー、そうそうっすね。だから常に電気をここに送り込んでないとダメってことだから。え、ちなみにどれぐらい持つんですか。いや、でも結構持つんですけど、電池がやばい時のタイミングより前に変えておけばセーフなこともあったような気がするんですけど、大概消えたんで。でもファミコンのスーファミのターボ、はい、うん、ターボファイルもこういうシステムだったんですよ、うん、で、あの RPG 作るのもそれで消えて嫌になった。あ、かっけえ、ペポスタゼビウス。ちょっとドアが汚いですけど。え、ここ本当にボム打ち込みまくったんですか、ここに。ここ狙ったつもりがここに行っちゃったんですね。かもしれないですね、うんうん、
っちも。え、なんでこれドアこんなぶっ壊してえ、このなんかファミコン、ムカついてファミコンぶん投げてここにめり込ましたの。ここはなんかあったんですよね、いろいろとね。まあでも猫も飼って、猫は引っかいたもん。あおお、あれがさっきの和室のあの段ボールだ。そうですね、繋がってんだ。そう、2箇所これだって和室、ちょっと下見てもらうと分かるんですけど、畳じゃないですか。本当だ、これ落ち着く。でも6畳あるんですよ、ここ。え、縦長6畳じゃなくてですね、和室の真ん中にカラーボックスで仕切ってあるんです、うん、だからまっすぐ行って右行ってこっちに戻って行けるスペースがあるんですよ。え、こう来れるんですか。え、そうなんです。え、でどういうこと向こう側もないでしょ、これの棚の向こうってあるんですか。あるんです、ま、え、部屋の真ん中にカラーボックスが置いてある。カラーボックス置いてあります。その中でカラーボックスです、全部。うわ、これローソンの書き換えのあれでしょ、数網の、うん、こんなにあんだ書き換えソフト。あ、でもなんか俺見たぞ、なんか書き換えガチャ、藤田さんのメモリガチャ、うん、ね、いい企画ですね、あれ。え、気まぐれオレンジロード、それ VHS ですね。いやいやいや、ただの趣味じゃないか確かにドキドキしましたよ、我々世代は。ここには窓田さんね。あ、でも高そう。ちょっと一番思い出があるゲームって何ですか。ファミコンですか。ファミコンやったっていう感じ。ゲームボーイ、この3つですね。ファミコン、ゲームボーイ、スーファミ、うん、うん、はあ、そうですね。もう結構ゲームボーイは、うん、ちょうどなんか自分の金で買ったっていうのもあって大事にやってたな。なんかファミコンは買ってもらったからそんな大事に扱ってないですね。いや、大事に扱ってたんですけど、思い入れっていう意味では。あ、自分で買った、自分で初めて買ったって感じですからね、お年玉の。じゃあゲームボーイの中で何が一番思い出があるんですか。サガ2 あ、まあ音楽良かったですよね。サガ1、2、箱の大きい箱ですないんですか。としてサガ2ですか、ええ、ありますよね。あ、やっぱそうか、それあるかあるけど今出るかどうかまた。そう、俺ちょっと前持ってたのよ、箱付きで。だから富士山が持ってないの持ってると嬉しいじゃんもうそんな無理だろうな。全部持ってたって、全部あんだもんね。だって持ってないゲームないんでしょ、ファミコンとスーファミとレトロゲームで。いやいやいや、ファミコン持ってるんですけど、ゲームボーイとかスーファミは持ってないものありますよ。え、本当ですか。はい、テケテケアスミックワールドとかじゃあ持ってないんですね、ゲームボーイ。あー、ないと思います。あ、カセットのみだったらゲームボーイほぼあると思います。あー、カセットのみ、箱付きで。え、ゆくゆくは全部揃えたいんですか。そうですね、大丈夫ですか。はい、ゲームを心配してるんですけど大丈夫ですか。いやいや、やめろ、俺を心配しろ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士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 。